子供ができました、初めましての方も非常に増えてると思いますけども、モリドンと申します。なぜこんなに空いたのかっていうことなんですけども、動画ネットを解約しておりまして、とある事情でございまして、音楽に集中しておりまして、こんな時間になってしまいましたけども、誕生日はね2月6で迎えまして、そしてですね、いただきました村石正幸さんのサインと、はい、本人からねスティックをいただくことになりました。今一番応援してくれてるであろうガタコさん、今年も忘れず誕生日プレゼント送ってくださいました。ありがとうございます。今年はこちら、ワイヤレスチャージャー iPhone X 用でございます。今後ですね、 iPhone シリーズ含めて多くの携帯がワイヤレスチャージャーが対応すると言われておりましてですね、ずっと欲しかったんだけど、なかなか買う時間もないというかね、 iPhone X 買ってから1年経ちましたね。 iPhone X 買う動画は最後にリンク貼っとくんですけど、 SIM フリーにして1年経ったら使用レビューを書こうと思ってて、ちょうど今1年ぐらい経ったんで、まあそろそろ作るんですけど、まあ SIM フリーなかなか良いです。その話は今度にするとして、バレンタイン、このチョコ、これと、よいしょ、チョコがこれ、そして比率が焼き弁、そして焼き弁で、焼き弁ということでですね、何個入ってんだよっていう、びっくりしました。チョコって書いてあって不在表持ってきたら、なんかほぼ焼き弁だったっていう、私の好みを的確に分かってくれてるあたしちゃん、はい、ありがとうございます。はい、プラスアルファ顔写した方がいい、はい、プラスアルファ、こちらテキーラ、これまだ実は見てない、え、なにこれ、やば、なんかいただきましたよ。おお。カメラマン喋った。さあ、このシーンだけカエルちゃんが撮影しております。はい、ちょっと一応日本酒です。はい、見てください、こちら、え、すごい。やば、え、ありがとう。ちょっともうびっくりすぎてズームアップしできない。そしてこれ、お、俺が譜面をよく書き間違えるというね、投稿をわざわざ見ていただいて、はい、修正テープ、これ5000円になってるんですね。いや本当にこんな、ね、3年でこんなに、これ3年前あの撮影してるカエルちゃんしか知り合いなかったんで、いっぱいもらえるようになって嬉しいです。イエーイ。はい、 T シャツにもなりました。うちのただのぬいぐるみなんですけど、これがですね、こっちです。もらいました。子供ができました。並べるとどういうことかというとですね、ちょっと待ってくださいね。さあ、ずっとねこの犬一人で、こういうことですね、こういうことになります。こっちが今までの森ドン犬、そしてこの犬が増えましたんで、ちょっとねなんか顔が崩れてる。まあ大きさがですね、ちっちゃいです。若干茨城かな、どっかで買ってくれたそうです。実はあの北海道にしかないチェーン店のホームセンターでこの子買ったんですけど、でいろんな人からですね、見つけたよって言ってくれるんですけど、ちょっと違ったりしてたんです。それでは過去に森トン犬見つけたよと言われたけど偽物だった写真集です。まずこちら、小樽アイポニュから送られてきた学校の保健室の犬がお台場にいる時に見つけたなんか偽物、そしてアマゾンにいるブラウンのワンちゃん、さらに、なんか気持ち悪い森の犬、最後にうちの母から送られてきた、な、本物じゃんこの犬みたいなね、けどちょっと違ったりしてたんですけどね。これは全く同じっすね。買った店舗も後から聞いたら本当にその店舗だったし、なんせねこの毛並みね、当初の森の犬と一緒でございまして、こういう感じで置いとこうかなと思っておりますけども、はい、ありがとうございます。ということでですね、早速、せっかくなんでこれをね使いたいなと思っております。こんな感じです。なかなかかっこいいですね。ピンクっぽい。付属品の確認です。意外とシンプルでして、これ1枚と線が1本、コンセントから、これを入れるっていう機械はついてこないようです。ついてこないようです。まあうちにあるのでね、実際ちょっとやってみますので少々お待ちください。無駄に高画質のカメラとマイクで撮っておりますけども、はい、今ここまでつなげました。なんか光りましたよ。見えますか？起きました。今ですね 54%、 今緑になってますよね、この充電のとこ。
これを載せますよ。もう充電になってるみたいでございます。完全に充電中です。これは便利ですね。ちょうど私今 iPhone6 と10を2台持ちしてるんでちょうど良かったかなって感じで、非常にありがとうございます。いつも応援してくれてありがとうございます、ガタコスさん。今度はね、大阪でなんかやれたらなと思っております。はい、そんな感じでですね、26歳になったわけでございますけども、YouTube 登録数は1200人突破しました。YouTube が1000人以下が全部ぶった切られて一回 YouTuber じゃなくなったんですけど、まあとりあえず1200でもう一回収益の方を復活して、まあ売れてはいないですけど YouTuber としてもう一回できるようになったっていうところですね。がそうだね、東京来ての目標が E プラスとか、チケットピアとかに乗る目標ですね。そこがまず達成させていただいたっていうところと、教室の講師にならせていただいたっていうところも達成いたしました。笠目音楽教室っていうところで講師させていただいたりとか、そして1000人以上の、ホールでお仕事をさせていただくっていうところもなんとか達成させていただきました。曲がりメッセ、演奏するというところを目標に今頑張っております。今回誕生日メール、メッセージ、 LINE アット、 Facebook 投稿などなど総勢140数名、コメントだのなんだのっていうのを非常にありがとうございます。それぐらいいただいたということで、去年100で喜んでおりましたけどもね、それをさらに超える、山崎箱さんのギターさんとかね、サザンハリケーンのドラムですね、くるりの初代のドラムさんとかね、ラブライブで今ベース弾いてるドイちゃんとかね、恐れ多いというかわけわかんないレベルの方からたくさんのメッセージとかね、本当に嬉しかったでございます。今後ともよろしくお願いします。長くなりましたけども、26歳、今年もよろしくお願いします。見てくれてありがとうございます。まずね、チャンネル登録っていうものをしてほしくてですね、 YouTube のアカウントを持ってる人はぜひね、このボタンね、清き一票お願いします。そしてですね、こちら簡単ですね、ポチッとログインしてる人は簡単にね、これを押していただくだけでかなり嬉しいございますのでね、これはちょっと避けていただいて、そのまま URL 貼っつけておきますので、そこから飛んでいただければいいかなと思います。Facebook とか、LINE とかもその動画説明欄から飛べますので、ぜひぜひ私と普通に一般人の私とですね、つながれたら嬉しいございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。